ノイエドイチェヘアテ、略して NDH はロック音楽の一種。歌詞はほとんどドイツ語によっており、音楽的な背景は様々なものがある。標準的な編成では、ボーカル、エレクトリックギター、エレクトリックベース、ドラムス、キーボードからバンドが構成される。この概念は、1995年にラムシュタインのアルバム、ヘルツェライドが登場した際に、それまで、 ノイ・エドイチェ・ベレを支持していた音楽ジャーナリズムが生み出したものである。パワーメタル、クロスオーバーとして売れているウームフは、ノイ・エドイチェ・ヘアテを代表する最も初期のバンドの一つである。NDH は、1990年代半ばに発展した。NDH の形成過程や音楽的表現は、グルーブメタルやライバッハ、ディクルップス、ミニストリーといったバンドの音楽と、 並行して展開した。中でもウームフは NDH の先駆者と考えられている。彼らは1994年のアルバムスパームで当時のセパルトゥラ、プロング、パンテラといったグループの影響を受け、またラムシュタインなどからインスピレーションを得てリズムを強調したエレクトロニックとハードロックのミクスチャーを生み出した。1994年にはウームフ。 の他にも、NDH の源となったアルバムが、音楽市場に送り出された。グラガー・ハント・クリフのアルバム、トッター・シャフト・テイルナムは、ギターを用いない編成ながら、その後の NDH に通じる、ドイツ語で歌う低い声のボーカルが用いられた。シュバイサーは、ドイツ語による、メタルアルバム、アイゼンコフを出し、巻き舌の R の発音を強調するなど、 その後、ラムシュタインにも影響を与えた。ウームフ、やシュバイザーより1年前に、フライシュ漫画、アルバム、フライシュウルフで、ルームメタルとハードコアパンクを混ぜ合わせたものにドイツ語の歌詞を載せ、ダフのアルバム、アレスイストグートからのカバーも取り上げた。その後、同様の音楽的思考を持った、シュタールハマー、ラムシュタイン、本殿、欠点を、はじめ、 より多くのアーティストたちが続々と登場するようになった。さらに、もともとデスメタルのバンドだったアトロシティが、1995年にノイ・エドイチェ・トーデスクンスとダークウェーブ系のダスイヒと協力して、マッシュアップのアルバム、ダイ・リーベを制作した際、ライバッハの曲、ダイ・リーベなど、NDH 関係の曲がいろいろ取り上げられた。1997年までには、 幅広い NDH のバンドやプロジェクトが音楽市場に登場しており、地方を固めていた。ありがとうございます。